ハルジュ雪原。寒そうだね。眺めてたって仕方ない。出発しようか。この雪原のどこかに伝承の儀を知る龍神がいる。若くていい男っていう話ね。了解了解。なんか村が見えるね。あそこに家っぽいのが。こっちだってね、さっき村が見えた方向と逆なんだけど、大丈夫か？あ、なんか洞窟。中に入ってみよう。わー、スクワギルいっぱいいる。極寒。このバトル、ここでのバトルでは身動きが取れないことがあります。ホットミストや寒さに強いお供が必要。来た来た来た、やるしかないのか。あー、寒くて動けん。イアンクックが炎のモンスターだから、なんかねえ、寒さも吹き飛ばすぐらいの暑さかと思ったら硬い。威圧。よし、飛ばす成功。ちょっと動き制限されるけど勝てなくはないんだね。行こう行こう。おー、なんかいる。なんだ。女の子だ。まずい、ベリオロスに食われちまうぞ。お、あのペンダント、絆石だ。あの子もライダーなんだ。山小屋がある。連れて行って手当てをしよう。うん。はい、謎のライダーということで、越冬洞窟で女の子が倒れていた。で、まあベリオロスがお供なんだけど、怪我を負って目を覚まさない。山小屋へ向かおう。はい、行きましょう。どうすんの、ベリオロスは。このまま戻る。乗りましょうか。えい。ん？あ、ウルクスス。なんかちょっと様子おかしいぞ。紫強いな。こんな色だっけ。どうテクニック。えい。うわ、強っ。テクニックで行ってみよう。押していけ。せーの、よーし、決まったか。よっしゃー。お、
アユリア。行っちゃった。あ、ついてこいって。ベリオロスを追いかけていきましょう。あの、あそこね。うん。いいよいいよ。来てるよ来てるよ。大丈夫よ。ちょっと待って。もう着くかな。着いたっぽい。よかった。え、近くに猫タク？どこ？後ろ？ではない。あ、あったあったあった。よっしゃー。で、どうすんだい？ここかな？違うかな？上か。ここか。安心しな。洞窟で倒れてたから運んできてやったんだ。助けてほしいなんて誰も頼んでいません。え、なんだよ。そんな言い方ってないだろ。その傷ないし、あなたもライダーなのね。だから氷河も心を許したんだ。氷河ってもしかしてあのベリオロスのことか。ええ、あの子の名前、私のたった一人の大切な家族です。私はアユリア。村の外でライダーに会うなんて思ってもみなかった。俺たちもだ。他にもライダーの村があるなんて知らなかったぜ。私もう行かないと。おい、無茶するなって。まだ怪我が治ってないんだぞ。急いでるの。人を探しているんです。伝承の義を知る竜人を。なんだ、それじゃあ俺たちと同じだな。でも知ってるか、伝承の義は竜人に認められないと授けてもらえないらしいぞ。ま、うちのライダーさんなら楽勝だけどな。ライダーさんが命じればオトモンはどんなことにでも従うんだ。険しい道でもスイスイライドってな。オトモンに命じて従わせるだなんて、同じライダーでも考え方がまるで違うようですね。なんだと？で、言いたいとこだけど、勘違いさせちまったな、お嬢ちゃん。従うっていうか、ライダーさんとオトモンは一心同体なんだ。そこまで言うなら、あなたたちの腕前確かめさせてもらいましょう。この雪山にはライダーにしか行けない場所があります。そこにしか生えていない雪山草を取ってきてください。ああ、いいとも。言われたまんまで引き下がってたまるかってんだ。はい、では雪山草を集めてくるしかない。ライドでしか行けない高所にあるらしい。はい、じゃあそれ取ってきましょうね。どこに行けばいいのやら。出口がわからん。何？あ、ここも孵化できる。まあでもドスランでしょこれ。青いし。だよね。まあそんな強くないな。HP が高い。あ、じゃあここも村として使えるんだね。道具屋さんだ。ホットミストってまだ持ってるからいいか。麻痺直し。あ、そんないらないいらない。ここぐらい買っておこう。あとはいらないかな。猫タクチケットって何？安全第一でお送りしますにゃ。見え？どこでも使えるってこと？あ、ちょ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 、えー？
ドスランだね。と、いけた。で、ここにある、これが雪山荘？なんだ？お、雪山荘発見！ライダーさん、採取しよう！しよう。いただきますと。はい。よし！雪山荘も手に入ったし、山小屋に戻ろう！ちょっと、うんってやめて、ボス！ボス来る。大変だ！今度はザボアザギルまでやってきたぞ！うわぁ。親玉来た。いけんのかな、素早い攻撃とって言ってるから。いや、テクニックでいこうか。あ、違う、あいつ嘘。え、テクニックじゃん。パワーでいくしかないのか。やべ、ドスランポスやられる。パワーだね、パワー。よし、いいよ、いいじゃん。うん、やばい、強い。ライド絆技？また回すの、これ嫌い、回すの嫌い。とうん、もっと疲れてきてる様子が見られますが、全体攻撃。強いな。負けたらどうしよう。あ、勝った。よかった。怖い。怖い怖い怖い。そうね、早く帰ろう。もういい、帰ろう。目的地はあそこの小屋。猫宅近くにないんだっけ？さっきあったよね。宝箱はもらっておく？うん。ウタちゃんもいた。よし、じゃあ次。もう豚いないよね。で、ここに猫タクがある。乗る、帰る。どこだっけ、サルジュの山小屋、ここ。はい、よかった、帰ってこれた。強い、敵が強い、めちゃくちゃ強い。よし、これでアユリアに報告して認めてもらえるんだね。雪山の厳しさに悲鳴を上げると思っていましたが、それなりの力はあるようですね。私たちライダーはオトモンの特性を見極め、それに合ったライドをすべきなんです。特性を見極める？私はそのことに気づくまで時間がかかりました。傷ないしはあるのに、どうして氷河は言うことを聞いてくれないのと諦めてしまった私は、氷河の後をついていくだけ。だけど、だんだん分かってきたんです。氷河の好きな道、動き方。私は傷ないしで、氷河を従わせようとしてただけでした。それに気づいて、ようやく私は氷河にライドできるようになりました。特性を知り、力を目覚めさせてあげることが、私のすべきことだったんです。目覚めさせる？力を引き出してあげるってことだよな。ええ、その通りです。そっか、なかなかいいこと言うな。氷河は大事にされて幸せ者だな。ちょうどお腹が空いてきたんだ。アユリアの分も食べ物を調達してきてやるよ。私は別に。あ、あらら、うーん、うわー、びっくりだ。急に？あんた誰？ブハ
温泉まんじゅううめえ。だから誰なんだって。そっか、この山小屋の人か。そうなんだろう。オラとなぞなぞすんべ。はい。なぞなぞに勝ったらここにいさせてやるだ。いきなりなぞなぞって。まあいい、勝負なら受けて立つぜ。耳はピン、お腹はぽよよん。これなんだ。答えはおじさま？見たまんまだけど。そうだ、正解はオラのことだ。オラはここに住んでるなぞなぞ好きのじいさんだ。勝手に入ってごめんなさい。宿代はお支払いします。ナメック星人。ただでいいだよ。やったぜ。おめえたちは払うだ。温泉まんじゅう100億国礼。なんで俺たちだけ。畜生、こうなったら温泉まんじゅうをたらふく食べさせてやる。うん、そういう展開。温泉に行けばあるんだよな。タルジュの人にはモンスターがいるべ。あいつらお湯を毛だらけ泥だらけにするだ。それなら俺たちの出番だな、ライダーさん。秘湯のお湯は怪我にも効くだ。薬草より効果バッチリだ。ってことは温泉まんじゅうも手に入るし、アユリアの怪我も治って一石二鳥だな。それじゃあ早速タルジュの秘湯に行ってみようぜ。